ただいま。ただいまじゃなかった、あんたは。は？どいて。は？何怒ってんの？入んな、家に。え、意味わからんねんけど。なんで？なんで怒ってんの？いや、俺んちゃうから。入るよ、そら。は？無断外泊ですか？ねえ。は？無断外泊ですかって聞きよったい。え、何が無断外泊だ？無断で人に泊まりっとるとか。は？え、どういうこと？え、ちゃんと送ったよ、LINE。は？いや、はじゃなくて、送ったよね。で、既読にもなってたで。何言ってんの、あんた。え、どういうこと？何が無断なん？無断って許可出しとらんのか、こっちは。いや、連絡してるやん、無断じゃないもん。連絡してるやんってね。何言ってんの、あんた。昨日の夜いつまでたっても帰ってこんけん、あんた何時になったら帰ってくるの、来ると寝て LINE したった、お母さんが。うん。え、どういうこと？俺が送ったよ。いや、だけど何時頃帰ってくると寝て送った後に、1時間ぐらいして、今日は帰らん、両日泊まる。うん。それだけ来た？で、見たよね、既読になってるし。そら LINE 来とるけん見るよ。確認取ってるよ。無断じゃないよ。無断って許可出しとらんのか。いやいや、何にも連絡せへんかったら無断やで。無断った？え、意味わからんって、マジで。何言ってんの？は？一方通行だろって、あんたが LINE したとは。だけどお母さん、はと思ってすぐ電話返したろ。なんで電話出らんと。いやいやいや、ね、俺ちゃんと LINE してるから取る必要がないやん。なんで？じゃあ LINE で返したらいいよ。何言ってんの、あんたは。今日は帰らん、両日泊まりますで LINE で来たけん、それ見て腹立ったけ電話しちゃった。なんで腹立ってんの？ふざくんなっちゃう話でしょ。許可も知らんし、いきなり夜に LINE で一方通行に言われてた。見たよ、見たよ、既読はしたよ。だってその後電話したろ、何回もしたろ。ねえ、なんで出らんとじゃ、それ教えて。LINE 送ってるから LINE で返したらええやんって話やん。違う、だけもうそこは終わっとってたよ。 LINE 見て、何よとふざけんでって、なめんでって言ってから電話しとってた、こっちは。で、電話出らんかったら一方通行だろだ。それ無断と一緒だ、やり取りできとらんとだけ。そこで、うん、分かった、そういう理由ならいいよって、ちゃんとやり取りして止まっとるならちゃんと許可取っとるばって。一方通行に LINE だけ送ってお知らせしました、あんたには伝えました、無断じゃない？ふざくんなよ。こっちの連絡取れとらんとだけ無断だろ、だいって。書くな、人が話しよったけに。何切れてんの、そんな。切れてんのっておかしからだいって、あんたが。ねえ。は？そら、あんたが一人暮らし取るとか自分が稼いでね、もう社会人になっとならよかった。は？ねえ。分かっとったかって。え、でも今回はちゃんと送ってるからな。送ってるって、そら、送ったけ見るよ、LINE は。ねえ、ゆうちゃん、なんでそれで返せんかったん？それ説明して。だけど電話したろうがって言うとだ。いや、違う、そっちで返したらええやん。 LINE じゃ長すぎるけんた、言うことがたくさんあったけんが電話したった。でも一旦送ればよかったよ、じゃあ。なんて、なんて送って。いやいや、なんてじゃない、別にそれに対して送ったらよかったよ。何で電話じゃなくて。何言ってんの、舐めとったあんた。いや、もう言ってまして、ね、それ言ったらいいと思って。それ言ったじゃん、なんで電話出らんとかって言ったあんたは。言ってマジで、自分が負けやで、こんなんしたら。なんか、なんで電話出らんとかって言ったよ。だるとマジで。あんたが LINE しとった時、電話出ればよかったろって話した。ねえ、じゃあさ、もう言わしてもらうけど、うん、え、無断外泊って言うけど、自分送ってるやろ、ちゃんと電話、電話かけてるやん、寮の家に。かけたよ。かけたやん、うん、確認取ってるやん。何言ったあんた。何も悪ないやん、じゃあ俺。悪かろたよ。あんたから LINE 来て、あんたにいくら電話してもいくら電話しても連絡が取れんけん、本当に寮の家に泊まっとるとかなと
もう一個は寮の家に本当に泊まっとるなら、今日はよろしくお願いしますっていきなりすいませんでしたの。俺への電話も込めて電話しとったら、別にそれはあんたが出らんけん寮の家に電話しただけ。別に泊まりを OK する意味でね、電話したわけじゃなかったよ、こっちは。でも今日 OK になってん。なっとらんったねえ、なっとらんとったよ、そこで電話しとって。は？なんでこれ。なんでか分からへん。まあ、それでお父さんに全部通ると思っとったね。いいし。ねえ。ちゃんと言ってるからね。言っとらんたいって。じゃあお母さんもこれからあんたに電話かかってきても出らんけんね。LINE で一方的に全部伝えるけんね。はい、今日は家帰りません。今日はご飯作りません。今日は洗濯しません。LINE で一方的に送るけん、あんたそれ見て記録して。なんでそう、はい、もう相手に伝えたけん OK ね。それで OK ねって。なんでそういうのが仕返しみたいな。お母さんとあんたも一緒だろか。ねえ。ってマジで。今あんたが言うことと一緒のことじゃないと、今のは。一緒のことじゃないとって。うん、わかったわかった。もうどいて。ねえ。どいてって。わかったって。どいてじゃなかった、あんた。なんやねん、もう。って。話終わっとらんすか。いいやん、もうこれはこれで。え、じゃあもうやりません、次は。いや、次とか中けん、もう泊まりとか時代ないけん、もううちに泊まるのもないけん。なんも悪いことしてるわけじゃない。ふざけんなよ、なめんなよ、あんまり親は。じゃあ悪いことしてるわけじゃないやん、別に。悪いことしとったよ。なんもしてへんやん、普通に泊まってるだけやん。は？じゃあ泊まり行くとか OK ってこと？毎日それ悪いことしてないってこと？そういうわけじゃないやん、毎日は行ってるわけじゃないやん。いや、許可取らんで行くことがいかんとったよね。いつから、いつからオッケーになってた、許可取らん。無断じゃないかな、まず。だけど無断って言おってたやつ、意味がわからんと、あんたのその言っとる LINE はしたて。だけどよかってなら、あんたのその理由ば、その意見ばね、分かった、 LINE したけ、お母さんもちゃんと見たけ、無断じゃないって。そうするならこれからもお母さんも LINE でもうあんたに伝えることだけ伝えたら、そっから何も言うてくんなよって言おってたね。それで、うん、分かりましたって言うなら話終わりたい。ちゃんと返そう。じゃあ俺は何が返そう、こっち返しとるとか電話しとるとか、出らんかったらそっちだろうが。じゃあ何、電話出らんかった理由だけ教えてくれね。いや、みんないたから。は、みんないたから。いやいや、みんないても電話出るたい、野球部の時でもみんなの前で電話出るたい、あんた迎え来てとか、迎え来て長なるやん、もう電話やねえ。だ LINE やったらすぐパッてできるやん。いや、電話出れたろって言うてたよ、そのみんながおるけんとかじゃなくて。でも長くなる。違うとたい、電話出たら帰ってこいとか泊まりダメって言われるのが嫌だけ電話出らんかったんだろ。なんでそこまで素直に言えんとね。は？いえ、もう LINE で伝えしたし、とりあえず大丈夫。一応言ってるし大丈夫や。そんぐらいの気持ちだろ。なんがみんながおるけん出らんか。出たらダメって言われるけんと思ってわざと出らんかっただろうって。あったって、もう。出るわ、じゃあ次から、電話。だけど次はなかったよ、もう。ごめん。いや、もう言ってまして。もう携帯では払わんけんね。なんでそうなんの。そうなるよ、連絡取りんとき意味なかろ。いや、取る言うてるやん、これから。これからじゃないって、もうふざけてから。ほんと払わんけんね、携帯代は。覚悟しとってね。お父さんに言うてね、お母さんは払わん、お父さんに携帯代頼むなら言って。なんでっていうのを全部自分で言いなって。もう、あ、LINE しとくね、早速。じゃあいいって。あの、携帯代はこれから払いませんって LINE しとっけ。記録だけつけて。とっつぁまして。はい。今送ったけん、LINE に、携帯代はこれから払いませんってだけ送ったけん。もうそれで OK だけん。もうあんたからその後電話来ようが、は、意味わかんとか言われてもう終わり。LINE で送っとるけん、伝えとるけん、無断じゃない。よろしくねー。